なんじゃないのって言われてるから余計難しいんだよね、この人もね。そうですね、やっぱり外務部長官ですから、はい、当然本来外交をしっかり、すなわち良好な関係を築くというのが本来の仕事なんですね。まして、そのうまく関係を築くというのは自分の将来業績にガラリングになります。ですから、本来であれば、その関係の話をしっかりするのが本人なんです。